こんにちは。何人かの方にいただいたメッセージとともに、ある一人の女性からですね、久保さんから、ぜひこれを放送してくださいということで、私はちょっとね、何度か止めたんですけども、まあでもその方のたっての希望なんでお話しさせてもらいます。その女性をね、仮に A さんと呼ばせていただきますけども、小さなお子さんがいらっしゃる20代の女性です。この方はですね、速稼塾の塾生さんでいらっしゃいます。で、私の動画とかをねずっと見て、考え方がすごい、でも自分にはビジネスをするほどの勇気が出ないということでね、長い間旦那さんに速稼塾に入ってビジネスを勉強するように勧めてくださったんですよ。時にはその方と3社でズームをすることもありました。まあ、お子さんが小さかったんで、なんかお子さんがたまにね泣き出したりとかもあったんですけども、私も同じ子を持つ身としてですね、そういうことを気にせずに大丈夫ですからということでお話しさせてもらったこともあります。で、今回ね、何がまず言いたいかというと、この旦那さんは速稼塾に入りませんでした。入らないまま自ら命を絶たれました。これを話していいのかなと思ったんですけども、話してくださいということだったんでね、お話します。どうしても家計が支えられなくて、それで人の縁から迷いに迷って挑戦した投資があったそうなんですよ。その投資にお金をつぎ込んで、給料をつぎ込んで、速稼塾に入るためにと思って奥さんから渡された頭金3万円もそこにつぎ込んで、借金までしてつぎ込んで、そして昨今大々的に報じられた詐欺と言われる巨額案件に最後のお金も突っ込んでしまってですね。で、まあその詐欺に関わった方は一生かけても返すって言われましたけども、一生じゃ間に合わないんだということで、俺の一生はもう今日までなんだってことで、お亡くなりになったんですよね。で、奥さんすごくショックを受けられて、それはそうでしょう、全然そんなに追い詰められてること知らなくって、でもね、私の方に連絡くださったのは久保さんのせいではありません、そうじゃなくて逆に久保さんにもうちょっと強く速稼塾に入ることを勧めていればって、本当後悔しかないんですっていうふうに何回も何回も言われていて、私もね、まあ、ご本人が選ぶことですからって言うんじゃなくて、奥さんがここまで言うんだから絶対入ってくださいよぐらいのことを言えばよかったなと今思ってもしょうがないんですけども、その方は、まあ、私のビジネスはねそんなに甘くはないところもあるのをお話したんで、多分二の足を踏んだんでしょう。簡単に儲かりそうなその投資話に全部のお金をつぎ込んでしまって、借金までして、で、多くの人から拝み倒して3万5万と借りて突っ込んだそうです。もうね、何人に借りたか分かんないぐらいだそうなんですよ。で、貸した方もその奥さんにもう返すこと考えなくていいから、だからお子さんと一緒に頑張って暮らしていってくださいということで励ましてくださったみたいなんですよね。まあそれも込みで今回の放送で私の方からも話してくださいということだったんですよ。なんともね、こんな金のことぐらいで死ぬなよって思いもあるんですけども、本当なんかこの詐欺師っていうのは殺人と一緒ですよね。で、お金っていうのは人を惑わすものなんですよ。だからこそ精神を鍛えておかなければなりませんし、何かに依存するような稼ぎ方であってもいけないし、ゼロになっても時にはマイナスになってもね、自分の命を絶つっていう選択はしないように、本当に一人の死っていうのは多くの人を精神的に道連れにするんですよね。まあそういうこともあって、私もちょっと責任を感じるところもあるんですけども、最近はね、詐欺に気をつけろみたいな動画をちょっとたくさん出させてもらったところもあったりしたんですよね。で、私自身、お金に困ってる人からの相談を受けること多いわけですよ。でもその困ってる人の多くは、稼がなくても別に困らないっていうレベルの困ってるなんですよね。逆に言うと、月収が3万とか5万上がったらいいなぐらいの気持ち。ということは3万5万上がらなくてもやってはいけるっていうところなんですよ。でも、多くの借金を抱えた方とか、もう自分の人生がね、もう年を取って先があんまりないんだと。今70代ですみたいな人は、やっぱ本気ですよね。これに代わるような稼ぎ方はないんだと思ったら、真摯にやってくださるところもあるし、これが最後のワンラウンドだと思ったら、やっぱかける意気込みも違うんですよね。まあその意気込みが違っても続くかどうかはまた別なんですけども、まあけどね、
あの私が今回まとめとして言いたいのは、家族にやっぱり相談してもらいたいなと思うところなんですよ。で、お父さんが稼いだお金でもそれは家計なんで、家族みんなのお金だから勝手につぎ込むことがないようにしてもらいたいし、それからやっぱり、ね、これは厳しいかもしれないんだけども、奥さんも気づいてあげてほしい。ご主人は一人で稼いでるとしたらね、毎日お金のことで悩んでいて、お金を持って帰らないと家族にどんな顔をしていいのかわからないっていうふうなね、そんなプレッシャーも持ってるんですよ。だから、特にお金のこと大丈夫だよって言っても信じないでほしいんですよ。困ってるはずだと思った方がいいし、そのために苦しいかもしれないけども家計を切り詰めてね、ちょっとこう貯金をしておくとか、いざとなったら私が働くからとかね、それも男性の気持ちをこう組みながらですよ、やっぱ男性が頑張って稼いで帰ってくるってことは信じながらも、お手伝いできることないかなっていうふうになんかね、ほのめかしていくとか、それからやっぱりこう甘い話には絶対乗っちゃいけないなっていうことなんですよ。本当にお金っていうのは人の生命に関わりますからね。お金がたくさんあると長生きをする確率も増えるし、お金があんまりないと困った時に手も足も出なくなっちゃうしっていうところだと思うんですよね。まあ、そういうところがありますんで、私からね、本当に言いたいのは、思い詰めないでほしいなっていうところなんですよね。言ってみればたかだかお金ですから。で、なんでね、自ら命を絶つ前にこの私に相談しなかったんだということもありますし、じゃあ一体いくらいるんだとかね、じゃあそのお金を本当に何とかできないのかとかね、それこそ1000万2000万っていうお金を返済しないといけないというふうに思っても、今日1000万2000万いるわけじゃないと、今日は当面いくらかで買わせるし、もっと言えばね、法的手続きで回避することもできるはずなんですよ、今みたいな時代。それこそ生命を絶たないといけないぐらいにお金に困るっていうのは、多分もうこれをバレたら恥ずかしいとかね、顔向けできないって気持ちなんですよ。顔向けなんてできますから、大丈夫ですよ、大丈夫。お金を返せないぐらいでどうこうなりませんから。もちろんね、悪意を持って何度も何度も人のお金を騙して取ってたら、それはね、もう貸してくれなくなるし、信頼もなくなりますよ。でも切実に自分の状況を話して、バカなことしたけども借りたお金は返せなくなったんだってことを腹を割って話しましょうよ。お金を貸してくれるぐらいの中ですから、返せなくなったお金のことをちゃんと相談すればね、話は聞いてくれますから。それこそお金を貸そうは、その5万10万30万がなければ困るってことはないんですよ。もちろん踏み倒していい問題ではないですけども、それこそね、一生かけても返すっていう言葉があるじゃないですか。それでやっていきましょう、ね。今お金に困ってる方、いろいろ思い詰めることがあると思いますけども、思い詰める必要は全くないです。お亡くなりになってしまうと、自分のせいだったのかしらっていうふうに残された人が思い詰めちゃうんですよ。あまり長くなってもね、いけないんで、この辺にさせてもらいますけども、まだまだ伝えたいことはたくさんあります。折に触れて、この話はもっともっと出してくれというふうにね、言われてたんで、お金のこと、家族に使うお金がないことによって、旦那さんが死んでしまうっていうのは、本当に奥さんからしたらね、私が殺したのみたいな気持ちになっちゃうんですよ。だからね、本当になんかこう、もっともっと夫婦なら、家族なら腹を割って言っていただきたいですし、私が間に入るって済むんだったら私も間に入りますしね。それこそお金を渡して、はいどうぞっていうことにはならないと思いますけども、それも時と場合によりますからね。時と場合によっては、そういうこともあります。そしてここでね、朗報なんですけども、NHK 党の立花孝志さんも同じようなこと言ってますよ。お金に困っている人がいたら電話をくださいと。電話を公開してますと。私の携帯電話に電話してくださいと。当面食料がない、物が食えない、お金を返さないといけない、そんなんだったらお金振り込みますからみたいなね、そこまで言ってるじゃないですか。で、そういう人もいますんで、誰にも言わなければそこで行き止まりになりますけども、誰かに話せば何かが見えると思うんですよ。で、それを人は希望というんじゃないですかね。希望を失わないでもらいたいと思います。本日はこんな話ですいませんけども、まあこれで第1回目ですね、しっかりとお伝えできたかなと。誰よりもお金のことを真剣に考えて私が言いますけども、お金と命は比べられるもんじゃないです。命の方が絶対大事です。私はそういうふうに思いますね。人によっては金は命より重いみたいなこと言いますけども、ふざけんなと。お金なんて人間の作り出したね、おもちゃですよ。そんなものに惑わされないでください。ということでございます。以上です。